ちが速い、どっちが速い、バルーンが通った、バルーンが通った、ギリギリ。視力、体力、反射神経、空間認識、己のすべてをひと夏にかけて戦う高校生たちの熱き e スポーツの大会、コカ・コーラステージゼロ。今年で開催4年目、全国2060校が火花を散らすこの大会、番組では明日から始まる全国大会を前に九州沖縄ブロックの模様をお届けします。去年の王者やめ工業が今年も参戦。もういけるんじゃないですかね。勝てならいけるんじゃないか。連覇に向け今年も盤石か。いやいや、我こそはとその頂を目指し、強豪校や怪物プレイヤーが待ったをかけます。いや、ここマジいける。うわ、いいこと言うな。やっぱ日向めっちゃ強いです。の切符をかけた熱き戦いの幕が切って落とされる e スポーツ甲子園、もう一つの熱い夏。世界中でムーブメントが起きている e スポーツ、その競技人口は1億3000万人、賞金額億超えの大会も数多く行われています。そんな中、4年前から始まった高校生の e スポーツ大会ステージゼロ、競技タイトルはご覧の3種目。中でも番組が注目するのがクラッシュロワイヤルです。クラッシュロワイヤル、通称クラロワは、世界各国でプレイされている人気タイトル。さまざまな能力を持った107種類のカードの中から8種類を選択。相手陣地のタワーを攻撃し、制限時間内に多く倒した方が勝者となります。ブロック代表決定までの流れはご覧の通り。準決勝までオンラインで行われ、勝ち残った2チームが決勝大会へと進みます。大会初日、番組が訪れたのは去年の九州沖縄ブロック王者、福岡のやめ工業高校。全国でも珍しい e スポーツ部のある高校です。激闘から1年、連覇を狙う新生やめ工業チームがこちら。チーム名、謎知恵より麦田派。なんと3人が1年生なんです。去年の先輩たちの活躍に憧れて、このクラロワ班に入らせていただき、そんな新生やめ工業、何やら初日から大きな山場を迎えるんだそう。1回戦目に当たるんですけど、沖縄尚学のプレイヤーが7900くらいの子が1人いるんで、その人が今九州ブロックでは多分一番高いと思います。トロフィー数とは、バトルの勝敗によって増減する強さのバロメーター。やめ工業チームのトロフィー数はご覧の通り、8000を超えるとプロレベルと言われています。そんなプロの次元に迫る選手がこの日戦う沖縄のチームにいるんです。なんてプレイヤーですか。沖縄の希望ピノタン、沖縄の希望ピノタン、この2超えれば結構でかいです、はい、ステージゼロの予選は3人1組のチーム戦、2人が勝つとチームの勝利となります。重要なピノタン戦を託されるのは1年生の中村くん。相性を伝えて、まあ、いけば勝てならいけるんじゃないか。クラロワではデッキと呼ばれる手持ちカードの組み合わせがとても重要。相性次第では
格上相手でも有利に試合を進めることができます。とここで心強い応援が。去年の優勝メンバー海田くんと岡崎くんです。タワーは捨ててキングだけ守って、守ってユニットで2本目狙い、陣地交換するなら体格が出ます。逆サイ、逆サイ、逆サイ、やっぱ強くなる。めっちゃ頼りになります。もういけるんじゃないですかね。強い人になんか今指導してもらってるらしくて、デッキ分析とかもしてくれるらしくて、ちょっといいなって思いながら。いざオンライン予選へ出陣。初戦を突破し迎えた沖縄尚学戦。鍵を握るのはもちろん最強プレイヤーピノタンと中村くんの戦いです。いや7球はやばいな。いやいけるいける、集中する集中する。画面下青色の陣地が八女工業チーム。さあ注目の対戦の行方は。巧みな攻撃を受けタワーの HP を削られる中村くん。マジか。大丈夫大丈夫。そしてあ、圧倒的な力を前に敗北。さらに残り2人も沖縄の勢いを止めることができず。うわガチ、くそ、いやーマジか。うわ、いやちょっとやっぱレベルの違い見せられた気がします。いやーいやー悔しいです。来年リベンジしたいです。去年の王者が早々に姿を消すまさかの展開。そんな波乱の第一ラウンドのポイントをこちらのトッププレイヤーに解説していただきます。はい、タモミカンバエです。本日は解説をさせていただきます。よろしくお願いします。クラロワの公式クリエイターを務めるミカンボーヤさん。かつてプロチームのエース選手として世界を舞台に活躍したステージゼロ参加者たちにとって憧れの存在。みかん坊やさん注目はやはり最強プレイヤーピノタンの一戦。ゴブリンドリルとトルネード2枚の組み合わせの攻めがしっかりと通ってるっていうのが一番印象ですね。ポイントに挙げたのはご覧の2枚のカードの組み合わせによる攻撃。1回目出した時のゴブリンドリルがスケルトン部隊で守られる時は、スケルトン部隊にトルネードをかけて、2回目ハンターで守られる時はハンターを引き剥がすことによってダメージを加えていって、最終的にはそのダメージ差がコツコツ積み重なってタワーを追ってたっていうのがピノタンさんの今回うまい攻めのポイントですね。ラウンド1が終了しベスト16が出揃った九州沖縄ブロック。次なる注目は薩摩の国鹿児島の錦江湾高校。このチーム今大会の優勝候補筆頭との呼び声も。錦江湾高校3年の田田熊亮です。プレイヤー名はキノコシャンです。立山啓司です。プレイヤー名は私を知ってるかで。岩坪啓太です。プレイヤー名はミスタンです。チーム名はコムレンジャー。注目すべきは各メンバーのトロフィー数です。最多トロフィーは7680です。7006です。7399です。そう、九州沖縄ブロックの中で唯一メンバー全員が7000以上のトロフィー数を誇る強豪チームなんです。今回大会に出ようと思ったきっかけってな。去年僕とこっちが、一緒に出て悔しい思いをしたので、今年は去年を超えれるように頑張ろうということです。悔しさをバネに1年間個々のレベルアップに努めてきました。
さらに好プレイヤー岩坪くんも加わり、チーム力は格段にアップ。メタルアウトは思うんですけど、得意としているデッキを真っ向勝負で使って勝っていこうと思ってます。チーム一丸となってブロック決勝まで行きたいと思います。そんな強豪チームのリーダー唐熊くん、放課後ある場所へ。どこ行ってんすか？今から温泉行きます。温泉好きなんや？結構好きですね、はい、渋いね。まあ、っぽいです、はい、わ、すごい、めっちゃ渋いじゃん。結構良くて、はい。それ何番でした？8番です。何番かあんのいい？出席番号です。クラローナは今にも来たりするの？そうですね、この前の、予選1回戦の時の後も来てました。プレーに影響してるの？してます。やばい時に温泉行ったから行けるなります。癒しのひとときを戦いの原動力に。迎えたラウンド2当日、入念に打ち合わせを行う3人。いけそう？今日はいけると思います。いけそう？うん、トラブルいけそう？大丈夫です。この日行われるのは準決勝までの3試合。見事準々決勝へと進み、次の相手の分析へ。するとここであの選手の名前が。あのピノタンですよ。ピノタン。ピノタン、うん、ピノタン普通にずっと参上してくるかも、ね、エビポン使ってるな。あ、どっちで来るかな。確かに。そう、準々決勝の相手はあのヤメ工業を下した最強プレイヤーピノタン擁する沖縄尚学。ピノタンに対するのは立山くん。ピノタンめっちゃ強いです。僕たちが勝てない。確かに。でも勝つ気でいかない。行けないと思って戦いよりいけるって思って戦ったから、ね、ここマジいける。うわ、いいこと言うな。やっぱ、うわこれやばいぞ。沖縄やばいぞ。優勝候補にとってもピノタンの存在はやはり脅威。カメゴン、オーバーカスコンさん、レジェカメゴン読んでみたら。でこお守り、お守りです。僕のカメゴン。なるほど、パワーになってこれでいきます。対戦カードはご覧の通り。トロフィー数では金光湾チームが有利なようですが。頑張るぞ、カビゴン。お前画面上が鹿児島の金光湾、下が沖縄尚学。先手を取ったのは金光湾のリーダー唐熊くん。よし、続く立山くんとピノタンの対決は時間内で決着がつかず、タイブレークまでもつれる接戦。最終的なダメージが少ない方の勝利となります。いや強いわ、普通に強い。惜しくも敗戦。一進一退の攻防の決着は岩坪くんに託されました。序盤から積極的に攻撃を仕掛け合う両者。しかし徐々に沖縄尚学に押し切られる場面が増えていきます。そしてくん、チクッとマジで。いや、しゃあない。優勝候補金光湾高校、準々決勝でその姿を消しました。今回鍵となった岩坪くんの試合、
最近クラロワ界隈で話題のあるカードへの対策が勝敗を分けたとみかん坊やさんは語ります。エレジャイが最近めちゃめちゃ強くて巷で騒がれてるカードなんですよ。エレクトロジャイアント、通称エレジャイは高い HP とカウンター攻撃が特徴。クラロワでは定期的に各カードの強さが調整されますが、大会当時このエレジャイが最も強化の恩恵を受けており、使用するプレイヤーが急増。使いどころや対策が今大会の鍵を握ります。リグの選手ですか、使ってるデッキがちゃんとエレジャイ対策できてるんですよね。やっぱこういう大会とかだとエレジャイデッキに対してちゃんと戦えるデッキを選んでくるっていうのも偉いポイントですよね。デッキ相性が悪い方がワンチャン仕掛けなきゃなんないっていうところで、常にデュシタンさんが無理やりエレクトロジャイアントを出したシーンとかも何回もあって、リグの選手が試合を有利に運ぶっていう展開が今回の勝敗のポイントですね。勢いに乗る沖縄尚学は続く準決勝も勝利。全国大会への切符をかけ、福岡のマンモス校、東福岡高校と戦います。強豪を次々と撃破し、波乱を起こし続ける沖縄尚学。そしてその原動力、ピノタンとは果たしてどんな人物なのか。決勝当日、舞台は福岡市の専門学校、慈恵学園。先に到着したのは東福岡高校。なんと大会初参戦にして決勝進出を果たしたチーム DFH。 ここまで緻密な戦略のもと接戦をものにしてきました。中でも佐賀の唐津南戦では、かなりギリギリの試合、僕最後タワーの HP が残り4でしたね。本当にギリギリでした。本当に全国大会行きたいので沖縄尚学に勝ちたいと思います。全国への最大の壁、ピノタン対策にも自信を覗かせます。相手は三子エレポンというデッキ使ってるんで、アースクエイクを入れようと。そこが余ったらゲット、アド取れて、まあ勝ってると思います。緻密な戦略と初出場の勢いを武器に全国への切符をつかめるのか。そしてこの後、最強プレイヤーがついにベールを脱ぎます。今大会の台風の目、沖縄尚学チーム、いよいよ登場です。沖縄尚学のピノタンです。エデルソンです。ディグノです。こちらが快進撃を繰り広げる沖縄尚学チーム、アイコン縛り。最強プレイヤーのリーダー、ピノタン、意気込みは？今のところ一応予選とかは全勝してるので、この決勝も絶対勝ちたいと思います。相手がちょっとエレジャイデッキっていうのが好んで使ってるので、エレジャイデッキには勝てるように練習はしてきました。決勝は各試合3本勝負、先に2人が勝利すれば優勝です。全国への切符を手にするのは東福岡か、それとも沖縄尚学か。九州沖縄ブロック代表決定戦に挑むのは沖縄尚学高校、そして東福岡高校です。こういったメンバーになっておりますけども、対戦カードはご覧の通り。注目のピノタンこと上田くんは中堅戦へ。まずは東福岡中野くんと沖縄尚学石川くん、運命の試合開始です。パーキーの形、画面上が東福岡、下が沖縄尚学。エレジャイデッキを使う東福岡に対し、沖縄尚学は対策万全な様子。しかし墓石を置きたい、バルーンを刺した、墓石は間に合うのか。エレクトリザーを置きたタイミング、ターゲット誘導、右サイド、エレクトリザーではない、スモもない、どっちが早い、どっちが早い、右サイド、バルーンが通った、バルーンが通った、ギリギリ勝利したのは東福岡。
これもうあれですね、バルーン出した状況ってエリクサが手元に5しかないんですけど、その5しかない中でもうまく守って逃げた、よく耐えたなっていう。先鋒戦2試合目は沖縄が奪い返し1対1の展開に。運命の3試合目、どちらがチームに勢いをつけるのでしょうか。マジで引きで挑んでいくようなエゼルソン選手、先方に対策できているかですね。多彩なデッキを使い分ける東福岡中野くんに対し、一貫して同じデッキで挑み続ける沖縄尚学石川くん、好対照な両者の決着は。そしてここエレクトロウィザードが来ることを読んでしっかりミニペッカを追加しています。さあさらにレイジをかけてマーキーの一撃、沖縄尚学押し込みました。先鋒戦を制したのは沖縄尚学。エデルソン選手が全ての試合スパーキーデッキで通してて、新世界選手もガチガチに全部スパーキー対策ってわけではなくて、どんなデッキにも戦えるようなデッキの組み方はしていて、まあ、そこがこう最後分かれてしまったなっていうポイントですね。この後いよいよ最強プレイヤーピノタン出陣、激闘必至の中堅戦。九州沖縄ブロック代表決定戦中堅戦は、今大会ナンバーワンプレイヤーピノタンこと上田くんと東福岡マくん。1試合目はピノタンが東福岡を圧倒。沖縄尚学、全国大会まであと1勝、阻止することができるか東福岡。一方カウンターのロイヤルホグに対しては非常にタイミングのいい三重心。後がない東福岡が一瞬の隙をつきます。するとそのまま終わり、この一発で降りてきた。問題は左側、東福岡が先にタワーを一つ破壊。しかし ピノタンがすかさず奪い返し同点。両者譲らず試合はサドンデスへと突入。勝負の行方は果たして。エリートバーバリアがキックタワーまで到着。防衛のロイヤルホグ、これしかやることができない。ゴールドナイト、ゴールドナイトのパワーダッシュから降り切ったのは沖縄尚学。沖縄尚学が突破しました。九州沖縄ブロック代表に輝いたのは、最強プレイヤー擁する沖縄尚学。本当に強いですね。本当にあの三重士の方、はい、単純なものなのに先読みしすぎて負けてしまいます。いや、なんかプラロワーをなんか楽しんでる感みたいな、本当にこう見てて気持ちが高ぶるというか、ウォーって感じの声が出るような試合で、プラロワーを純粋に楽しんでる頃が俺にもあったのかなっていうのを思い出させてくれるシーンですね。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。初戦でいっぱいして、なんかちょっと怪しいなと思ったんですけど、2戦目から立て直して勝ってくれたことに本当に感謝してます。自分が思ってたデッキと違うデッキも来たりして困惑もしたんですけど、仲間からの励ましもあって取り戻したので良かったです。全国大会では使えるデッキをもうちょい増やして、いろんな相手に対応できるように頑張りたいと思います。全国大会も頑張るぞ。コカ・コーラステージゼロ、全国をかけたもう一つの戦いがリーグオブレジェンド。今回九州沖縄ブロックの代表に選ばれたのは、さあただやめ工業、どん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 なぎ倒していって、エース獲得。福岡のやめ工業高校、クラロワチームの雪辱を見事果たしました。連覇、リベンジ、そして悲願、仲間と共にさまざまな思いに情熱を注いだひと夏の戦い。明日
からはいよいよ全国大会。 e スポーツにかける高校生たちの熱い夏は続きます。